子供の頃からずっとウルトラマンが好きな20代です。最近は毎年約25話構成で新作が放送されており、過去作品配信サービスや年末年始や東京ドームで大きなイベントなどをお伝えしています。一時期新作が出ない空白の時代が何度かありましたが、こうして再び人気を集めているのは何か理由があるのでしょうか。やはり日本の景気が関係してくるのでしょうか。見解を聞かせていただけたら嬉しいです。基本的にあの一時期新作が出なかったという時期が、そのなんかウルトラマンの権利がタイ人が持ってるのか日本の会社になるのかっていう裁判をしていた時期で、でそれが明確になって、その後つぶらやプロがなんだっけ、アルファベット3文字の会社に身売りをしてみたいなところからまた戻ったっていうので、なのでもともとその仮面ライダーがずっと続いているようにウルトラマンシリーズっていうのもずっと続いていたと。でその要はあの全然知らない話よりも自分が子供時代に見てたものを見せたかったりするんですよね。だから仮面ライダーを見てた親が子供に仮面ライダーを見せるとかっていうのがあるので、そのウルトラマン世代だった親たちもウルトラマンの子供に見せたいんですけど、それがなかったっていうのが、あの、まあ、特殊な事情があったのでなかったっていうだけで、基本的にはあのなぜ続いてるのかではなく、なぜ止まったのかっていう方が、あのなんか知っといた方がいい点なんじゃないかなと思いますけど。例えばそのサザエさんとかちじまる子ちゃんとかってずっと続いてるじゃないですか。であれって別にそのなんかあのめちゃくちゃ面白いと思って見てるわけじゃなくて、まあその子供の頃にちびまる子ちゃんを見て育った親が、じゃあ大人になって、まあ子供と一緒に見るんだったら、まあ自分もストーリー分かるし安心だよねっていう感じでなんとなくつけるっていう消極的判断なんですよね。その積極的にちびまる子超見てって言ってる親とか子供ってそんなに多くないと思うので、なのでそのブランドができたものってはその消極的に選択されやすいっていうのがあるので、なので続けておくと得ですよって話だと思います。ドラえもんとかジブリとかもそうですね。